皆さんこんにちは、天音アーティストのあゆこです。2017年10月10日、今日のあまチャンネル、お話ししたいと思います。今日はですね、10月10日、まあ、10010で、10と10が重なる日、これ私が、常日頃から言っているゾロ目の日っていう日なんですけれども、同じ数字が重なる月、月と、日にちってあると思うんですね。まあ、1月1日、2月2日、3月3日、4月4日ってこうやってずっとあると思うんですが、12月12日まで、あると思います。私はこの日っていうのをすごく注目していまして、まあ、それをお聞きになったことがない方もいらっしゃると思うんですけど、これからこの私のアマチャンネルをご覧の方はぜひこのゾロ目の日っていうのは注目していただきたい日なんです。で、今日は、1と0が続く、10月10日なんですけれども、まあこの日はですね、特に、天運が降り注ぐ日のスタート日なんですよね。まあ、前半でお話ししたように13日まで一つのサイクルがあって、その2日前ですので、じゃあどっちをウェイトを置いたらいいのっていうことになると思うんですけど、この、13日までのサイクルの今日が最強日です。今日はですね、とにかく、この10月のテーマであるえにしっていうことをイメージしていただいて、これは一つの縁だったりとかゆかりだったりとか、まあ、ご縁と言われるようなものっていうものを意識していただくことによって、まあ、いい出会い、いい人間関係、結局、例えばお金を手に入れたい、いい仕事をしたいっていう風になったとしても、この縁がなければつながってはいかないので、もうこれはもう絶対的に10月フォーカスしてくださいねってずっと言い続けてきてたことなんですけど、ここに加えて集中してほしいんですよ。集中力、これを今日持ってください。そうするとすごい、パーンって、これレバレッジって言うんですけど、こうテコの原理で、ね、最小の力で最大のことができるっていうことが始まる日なんです。スタート、ポン、跳ねました。じゃあどこまで跳ねるんやっていうようなイメージの日なんです。ゾロ目の日っていうのはそういうことが重なり合う日でありまして、で、悪く考えると、まあ、ゾロ目はダメっていう方もいらっしゃるんですけれども、違います。最小の力で最大のことができる、特に、行動の部分で、それが出しやすい日っていうふうにして考えてください。それと、今日は集中することによってそれがさらに高まります。まあ、そういう日ですので、皆さんぜひぜひそれを意識していただきたいなと思います。それでは今日の天運カラーと天運ナンバーをいきたいと思うんですけど、今日はピンクです。ピンクと6の日です。これを意識してください。そして、それをね、まあ、考えていただき思っていただくことで、天からも地からも目の前に起こる現実からも運が引き寄せられてくるので、ぜひぜひそこを意識して今日一日お過ごしください。それでは皆様、明日もアマチャンネルをお届けしたいと思います。楽しみにお待ちください。天運アーティストあゆこでした。